はい、純一です。動画ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、真空管アンプを作る上で出てくるカップリング回路っていう話をしたいと思います。初めて動画をご覧の方、ありがとうございます。僕は、真空管アンプの、自作を楽しんでいます。まあ、今だんだんですね、こういうアンプを作ったりする方が少なくなってきてしまいましたので、まあ、こういったね、YouTube を通して、こういった趣味の話をできればと思いまして、チャンネルを始めております。それではですね、今日カップリング回路ということで話を始めたいと思います。で、最初にカップリングって何だっていう話ですね。で、よく言葉で男女のこう仲いい人のことをカップルなんて言ったりしますけども、要はですね、まあ、回路と回路をこうつなげてあげるのがカップリングっていう意味になるんですね。で、ここにちょっとした、一番シンプルな真空管の回路の例を書いてあるんですけども、こちらが、まあ、前段というもので出力段というものですね。で、通常、これだけ書くと、まあ、こちらからに入ってきた信号がこちら側までつながらないと。で、つなげてあげる回路の部分が実はカップリングっていう回路になるんですね。で、この回路の場合はこの辺です。この辺に、これコンデンサーのマイクとマークと抵抗のマークが書いてあるんですけども、この部分が一応カップリングっていう回路になるんですね。これによって、こちらの真空管で、の増幅される、真空管の増幅回路、それからこちらのパワー管による、増幅回路、そのお互いの回路をつなげるということですね。今回の場合は、まあ、ここに、コンデンサーが入って抵抗が入ってっていう回路ですけども、まあ、こういうものを使わないで直接つなげる直結回路って言われるものですとか、トランスを使ったトランス結合とかですね。あとはここに、抵抗を入れてますけども、抵抗の代わりに、チョークコイルですね。チョークコイルを使った回路なんていうものも、まあ、ものとしてはあります。で、よくですね、自作している友達同士での話になると、最初の頃はですね、このカップリングコンデンサ、非常にたくさんの種類が販売されているので、これをこう変えることで、自分の好きな音がするとかって言って、情報交換をね、活発に行ったりするのが、この辺の、部品にはなってきます。ですからね、もし、自分で、アンプを購入したりとか、組み立てて、無線と実験とかラジオ技術を見て作った場合、ここのものをですね、ちょっと変えてみると音の感じっていうのが変わります。で、まあ、もう一つですね、最近はあまり聞かなくなったんですけども、昔やってた人は、2つのですね、コンデンサーをここに並列で使うことによって、ハーフみたいな感じですね。例えばスプラグと、ニッケミみたいな使い方をして、それぞれの音がこう、いいとこ取りというかね、するようなやり方をするっていう方も以前、いらっしゃいました。それからですね、ここに実はですね、コンデンサーを使ってカップリング回路をすると、ここのところで、実はですね、低域が、起こってくるんですね。で、コンデンサーの作用っていうのは、電気を貯めるとかっていう話もあるんですけども、もう一つの働きとして、直流と交流を分けることができるのがコンデンサーの役割なんですね。ここはこちら側にこの B2 って書いてあって、ここの回路は高い電圧です。通常ここが200から300ぐらいで、ここのところが100から150ぐらいの電圧になってます。かといって、次のこのパワー段のグリッドの回路、ここ見ての通りアースに落ちてますので、この場合ここが0になるんですね。で、0にしておかないと、この真空管がちゃんと動かないことになってきます。なので、ここの100から150ボルトをこちらに伝えたくないっていうことで、コンデンサーをね、入れる必要があるんですね。音だけのことを考えればコンデンサー入れないで直接つなぐのが一番いいんですけども、そうすると、こちらの真空管を動かすのに、ちょっと害が出てくるっていうことから、こういう、ね、コンデンサーを使ったカップリング回路っていうのになるんです。もともと古い時代の回路を言うと、ここはね、トランスを使ってたことが多かったそうです。っていうのは、
コンデンサー自体の耐圧がまだまだ低かったり、十分な容量のものがなかったり、あとはもう一つ製造上の理由で品質のいいものが得られなかったっていうことから、まあ、ここ、トランスを使ってるっていうものが初期の頃ですね、あの100年ぐらい前の話ですけども、ありました。で今は、コンデンサーも非常に、性能が良くなってますし、まあ、もちろんね、抵抗もその時あまりいいものがなかったっていうのがあるんですね。でそういうものが今はいいものがあるので、ここはもうコンデンサーと抵抗を使った回路、または、まあ、ここにねコイルを使った回路っていうのが、今はほとんどになっているかと思います。でちょっと話をこちらのね、周波数が低い方がね、なくなっちゃうよって話をしたいと思います。でこれは、直流はもうカットなんでいかないんですけども、だん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 周波数が上がってくると、ただの導線と同じような効果になるんですね。でそのこのカーブですね、どこで、まあ、平たくなっていくのか、どこから、このカーブが落ち始めてくるのかっていう、ものの計算式があります。でこの計算を求めるには、ここのコンデンサーの容量と、ここのねグリッドリーク抵抗っていうんですけども、グリッドリーク抵抗の値とによって、決められます。ちなみにあのグリッドリーク抵抗はあまり詳しくは今話さないですけども、グリック抵抗の値っていうのはこのパワー管によって一番大きい値が決まってるんですね。実は後の計算式を見ていただければわかるんですけども、グリッドリーク抵抗っていうのは大きくすれば大きくするほど、ここのカットされるところが左にずれていく、つまり低域までずっと伸びてくるんですけども、大きくできないっていう理由もあります。それは出力管によってここがいくつまで入れられますよという、まあ、決まりがね一応あるので、あまり大きくできないと。ですので、もしどうしても低くしたいんであれば、こっちのコンデンサーの容量を大きくしていくという形になっています。ただコンデンサーも容量を大きくすると、コンデンサー自体の大きさがどん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 大きくなってきますので、どこでやめるかっていうのは、まあ、その作るアンプの大きさですとか予算に合わせて決めていく必要があるんじゃないかなと思います。そして、この計算の方ね話をします。でこの計算式は、これ実はもう省略した、ものです。実際はもうちょっと長い式で求めるんですけども、まあ、これはね、まあ、その例えばこういう本を買っていただくと詳しく書いてありますので、そちらを見ていただくとして、今回はすぐ計算、電卓を使えば出せる範囲で話をしたいなと思います。でどうやってこのカーブの肩の部分を求めるかっていうと、これですね、まあ、A っていうのはこちらのコンデンサーの容量ですね。 B っていうのがこのグリッドリークの抵抗値の値です。で実際はマイクロファラードとキロオームで書いてることがほとんどなんですけども、ここは無視してですね、この A と B っていう形で見ることができます。これはもう省略した、簡単に計算できる計算式なんで、こういう形になります。160をこちらの A と B で、割ってあげる、かけたもので割ってあげれば周波数が出てきますよってことですね。でここの回路の例で言うと、まあ例えばここに 0.1 マイクロを使って、ここに470キロを使うと、そうすると160を 0.1 と470で割っていただくと、3.4 っていう値が出てくるんですね。ですからこの回路の場合、ここの F っていう周波数が 3.4Hz になりますよっていうことになります。まあ、実際はですね、こんな私の個人的に作っている感想で言うと、ここは15Hz ぐらいになるように、設計するんで十分じゃないかなっていうのが個人的な意見です。ですからここが、5倍ぐらいですから、5で割る、コンマ03とかですねぐらいでいいかなと思います。でパワー管の場合、ここが470キロじゃなくて200キロとか100キロになってくるんで、その場合コンマ1マイクロ入れていただくと、ちょうど値が10キロ15キロぐらいになってくるのかなっていうふうに思います。であとですね、もっと段数が増える、段数が増えるっていうのは言い方あるかもしれないんですけども、例えば真空管が3本使うような回路になると、この間のものが少し増えるんですね。もう一段増えてきます。そうすると、まあ、NFB 型のアンプの場合、そのお互いの
間をつないでいる回路でスタガー比って言って、この周波数をずらしてあげる必要があるんですね。同じところのカーブを取ると NFB をかけた時に不安定な動作になってしまうので、ずらしてあげる必要があります。だからそういう場合はこういう 3.4Hz とかっていうのが出てくることがあるんですけども、通常この1段だけ使うんであれば、まあ、こういう低い値にしないでもうちょっと大きい値にしてあげても、いいです。で、これはね、使う、もちろんそのオーディオシステムによると思うんですけども、使ってるスピーカーとか、まあ、部屋の環境、聞くボリュームとかね、いろんなものが噛み合わさって、自分にとってのスイートスポットっていうのは、ね、きっとあると思います。でこれは自作をする人だけの特典で、メーカーのアンプを買ってくるとなかなか改造ってのはできないですから、自分の聞きやすいポイントって出てこないんですけど、ご自分で、ね、こうコツコツ作られた場合はこういうものをいじって、一番聞きやすいポイントっていうのを探すと面白いんじゃないかなと思います。本日のですね、カップリング回路についての、お話をさせていただきました。この、まあ、数個前の動画から、まあ、真空管の種類ですね、電圧管とかパワー管の話とか整流管の話、電源回路、整流回路の話っていうしていきました。で今日は、このカップリング回路としてコンデンサーを使った例の、話をさせてもらいました。また次はですね、まあ、例えば、機関回路の説明とか、というものも、ちょっと考えてみたいなと思います。今日はですね、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。また、よろしくお願いいたします。